はい、本日最後の動画ですけどもまあ吉谷さんと私がちょっと違うのはやっぱりキャバクラに行って楽しめるか楽しめないかってことなんですけども私がねなんでキャバクラが楽しいかっていうと基本的には男性っていうのは女性にお金を払うもんだと思ってるんですよ。男性はお金にどれだけ 女性にお金とかを尽くしたり時間を尽くしたり知恵を尽くしたりするかっていうことが男性のやっぱり競争のバロメーターだと思ってるんですよね。ですからどれほど多くの女性のことを考えてどれほど一人の女性に入れ込んでどれほど女性関連に。 お金とか知恵をつぎ,ぎ込めるかってことだと私は思ってるんでキャバクラに行ってお金をどんどん使ってこちらから話題を提供して楽しませるっていうのは何よりもの訓練であると考えてるんですよね。まあいいかもですよね。でもおかげさまで、えーまあ、そういうこともあったのかもしれませんけども私はコミュニケーション能力がねもともと けけてるとところももあっったたんですすども更に良くなったかなか思いますキャバクラに行ってね私はね非常に楽しかったのは自分の演出によって目の前の女性が心の底から笑ったり心の底から涙を流したり心の底から怒ったりっていうことを本当にねあのキャバクラっていうその劇場の中でキャストさんっていうその女優さんをね私の台本で動かしているっていうそんなね感覚があったからなんですよ。 あのただまあそこまで考えてね多分キャストさんってやってないと思うんですけども通常はキャストさんが自分で作ったストーリーの中にお客さんを招き入れてその自分のキャストさん女性が作ったストーリーの中で男性を楽しませてお金をスポッスポッスポッと抜いていくんですよねでも私の場合はお金を払って女優さんをコントロールするんですよこのタイミングでこのボトルを入れてあげたら多分このキャストさんは向こうの席に移ることをやめるだろうとかいうのを考えてあそろそろ15分経ったなしよしボトル入れるようなあ素振りを見せて他の の席に行ってねヘルプが来ることをちょっとね抑えようかなって考えてコントロールするもしくはヘルプの人が今日は珍しい人来てるからヘルプに来てほしいからその人を場内指名しようかなとかねそれともおまあ新しいボトル入れるからくと3本ぐらい入れるからちょっと他の女の子も呼びなよって感じでちょっと全員ね店の人全員来てもらってで乾杯とかやってみたりとかして他の男性客を脇役にしてみたりとかねそういう風なコントロールいろいろできるから。 あの、やっぱり映画監督みたいなつもりで行きましたね。だから、楽しみ方ってのはそれぞれなんですけども、なんで金払って、なんで時間と気を使ってね、女のこの知らない女を楽しませないといけないんだって考え方ももちろんあるんですけど私はね、あの、全然知らない女性でも、少しの縁しかない女性でも、自分と深い関わりのある女性でも、とにかく人生の中で出会った女性をどれだけね、豊かに幸せに楽しませるかっていう、なんかミッションがある、あるんですよね。これは。私の生まれついてのミッション。だからもしかしたら私はね、自頃に向いてるかもしれないですよ。<laughs> まあ、かっこいい言い方すれそうなんですけどねそれがまあまあ,あの形を変えて今は男性でも女性でも老若男女あの幼い方でもお年を召された方でもどんな人でも私のストーリーでどのくらいねあの喜んでいただけるか楽しんでいただけるかっていうことを、まあ、挑戦してるわけなんですよね、まあ、でも今そこまで気合い入れなくても普通にナチュラルにねあの対話をしてるだけでなんとかね喜びとか気づきに持っていってみたいなっていうふうなねそんな気がしてますよね。一言で言でうと おせっかいなんですよね。<laughs> まあそんな感じでございました。あこれからもね、キャバクラに行くことはないと思いますけども、今私はね、 たった一人の女性たった一人の家族を世界で一番楽しい遊園地にするために日々日夜あいろいろとね画策しているところでございますそうなんですよ私にとっては自分の家族というものがね世界で一番の遊園地でありエンターテインメントそして自分に対する癒しであり私が全てのね全知全能能力それから時間知恵全てを叩き込むべき、えー、そういった舞台なんですよね、えー、今日もそのステージで楽しんでみようかと思います皆さんもぜひね、私の家族、速歌塾という家族 ここに参加してしっかりとね楽しんでいただければと思いますでもちろんお金のこととかねそれから頭の良くなる勉強のこととかもやっていきたいなと思いますのでよろしくお付き合いください